はい、静かに。学園祭まであと2週間。お祭り気分になるのはわかるけど、それと授業とは別ですからね。それじゃホームルームを始めます。キリュウ君、これから部活かしら？その理事長代理って呼び方、どうにかならないかしら？これから理事長室で執務よ。まったく面倒ったら嵐な。まあ暇があったら顔でも出してよ。バンドのこととかいろいろ聞きたいし。あ、桐生だ。桐生、第3弦が伸びちゃってるよ。これじゃあ音合うわけないよ。このギターはリリスがそのうちお引っ越しするんだから大事にしてほしいの。そうだよ、契約はとても神聖なの。誓いを破ったらリリス死んじゃうんだから。ああ、違うって。桐生、間違い多いよ。リリスが教えてあげる。調子悪い？演奏に全然力がないよ。リリスが直してあげようか。作曲のアイデアの湧く魔法を使うの。こうやって。リリュー、リリスの魔法を信じてないの？ひどーい、ブーブー。魔法便利だよ。それはキリュウが魔法の勉強してないからだよ。人間族だってすっごい魔法使える人もいるんだよ。ナナイちゃんを描いた人だって人間族だし。知らない？キルシロナナイちゃん、絵の中に住んでいる魔法生命なんだよ。音楽の持つ力と魔法の力って似てるんだよ。実際に音楽を使った魔法って多いし、音楽を作る魔法だってあるんだよ。はあ、リリス、用事があるんだった。キリュウ、今何時なの？いっけない、約束の時間に遅れちゃう。